achète. Rien n'achète. Chit. Contient. Chit. Chit. Konbanwa, yemeta channel desu. 今日は大阪市立中央図書館で高次の機能障害とは何か、障害と共に生きるとは何かというテーマで講演会がありました。この主催者いう本を出版している方なんですけど、 話してたけど、名前、金井さんかな。多分金井さんだと思います。金井さんの挨拶から始まり、初めに講師の西村森子さん、紀子さん、どっちやろう。僕はね、 高速で入院した病院が救急車でね運ばれた病院がヤギ脳神経外科なんですよ。この西村先生もヤギ脳神経外科に勤務、今も勤務してるんだな。このSTかな、 言語の方の先生です。その先生の話から始まって、で今度は当事者、家族の会からの報告ということで、東大阪平和の会の人たちが約15分間話を されまして、堺チャレンジャーズ、堺チャレンジャーズ、ここでねコントをしたんですよ。このコントの中に僕も入っているんで、そういうことで八尾ホットケーキの名前はここで使わせてもらいました。そしてスペシャルゲストとして 白井京子さん、旦那さんがね脳出血だったか脳梗塞やったか、え、違った、まあ何しろ高次の機能障害を持って 介護してました。白井さん自体はなんか学校の教師とかしてると言ってました。で本をね今年出しています。いっちゃんはビリビリマン、なんでしょうね。いっちゃんって旦那さんやろね。 旦那さんはビリビリマンというタイトル。まあね、この本はね、明日の丸という書かれてね、 今度は大阪府立中央図書館2階、図書館横1階、ライティーホール、ここでね明日まるっと文化祭、これがあります。コンサートや公演、さまざまなブースが出展するイベントで、 高次脳機能障害失語症の当事者とその家族、一般の方、
学生さんなどが楽しく交流できる場を作ります。好きな場所に自由に参加してくださいというパンフレットで、で白井さんの旦那さんが高次の機能障害者による口笛コンサートライブパフォーマンス、これをするそうです。この時にね、あのいっちゃんはビリビリマンっていう本もここで買えます、そう言ってたと思います。では明日ね、時間のある方は、大阪府立中央図書館ね、第1ホールであります。で今日は大阪市立体育、市立中央図書館で高次の機能障害とは何か、障害者と共に生きるとは何かというテーマでね、講師の先生も講演してくれて、で僕ら当事者もね、簡単なヘルプマークの正しい使い方、正しくない使い方みたいなね、コントをしました。あんまり面白くなかったと思いますけどね、まあ前にもやってね、前が受けたから言うてね、2回目が受けるとはね限らないんで、皆さん That's it That's it、僕は今日一人で、電車乗り継いで行ってきました。JR 四季駅から JR 難波に出てね、で乗り換えとか全然分からなくて、ね、すごくね難しいです。やっぱりね、市内に出るとね全てが難しい。これは高次能の人に限らず一般の人も分かりにくいと思います。でエレベーターもね1階、2階、3階とあるんですけどね、電車のその、なんていうかな、その乗り場、こういろんな線がね、こう交わってるんでね、エレベーターも、この階は何線、この階は何線とかね、分かれてるんですよね、その階でね、電車の、地下鉄のこう高さが分かれてるのね。でそのボタンは番号は書いてあるんだけど、2番が何線のホームですよ、改札口ですよみたいなのがね書いてないんでね、とりあえず押してパッて見て、あ違うわ、もっと下よ、あの辺ちょっとねボタンね、数字のところにちょっとね、これは何線ですとかね書いてくれてたら、もうちょっとねもうスムーズに乗れると思うんですけど、あの辺がねまだまだダメなとこいっぱいあります。まあ何回も利用してたら覚えるんやけどね、やっぱり初めてね行った時にすごくね迷うから、この辺はね鉄道会社の方ももっと親切にね、自分らいつも利用してる現場やからか知らんけど、はい、初めて来る人とか外国の人とかね、数字は分かるけどその数字押したら何線に乗れとか分からないからね、多分初めての方みんなが迷うけどね、エレベーター一つにして。で外国の人でね、なかなか日本に来てこう
ね、まあ、日本のそういう説明が絡んだしたんだけど、でそのわからない外国人に対して駅員がなんか上から見せるでね、切符買って出なさいとかね、すごくね怒ってました。自分らの多分そのシステムが悪いと思うんですよ。それをわからない人たちにダメですよダメですよ言う前にこうちゃんと聞いてね、こう案内するぐらいじゃなかったら、まあ駅員の数も足りへんのか知らんけど、その辺のサービスがねなってないなって今日ね思いました。で今日は講演会の方も動画流しますけど、だいぶと喋ったからね、まあ、動画の方ちょっと短くして載せようかな。ではスタート夢のスタートです。スタート今から。この3つとも、でも仲間がいいと思います。